こんな未経験転職者は確実に採用されません。滑らないキャリアエージェント代表の末永です。今回は未経験転職で採用されない人の特徴について、今まで4000人以上の転職者の支援をしてきた転職エージェントとしての視点からお話ししたいと思います。このチャンネルでは理想のキャリアを実現するための情報を発信していますので、ぜひチャンネル登録お願いします。今までとは違った仕事をしてみたいということで、未経験採用を目指して転職活動をする方は少なくありません。一度きりの人生、自分のやりたいことや楽しいことを仕事にしたいですよね。このチャンネルでも過去に未経験でも採用されやすい職種や、やりたいことが決まらない人へ向けたおすすめの仕事の動画を上げさせていただきました。もし気になる方がいましたら、ぜひ概要欄の動画をチェックしてみてください。過去の動画でお伝えしているように、未経験でも受かりやすい職種というのは実際に存在します。しかし、あくまでも受かりやすいということであって、全員が受かるというわけではありません。採用する側としては、未経験でも人が欲しいとは言え、誰でもいいというわけではありません。全く成果が上がらなさそうな人や適性がなさそうな人を採用しても、企業の利益にならず、むしろ給与だけ支払って損をするだけです。さらに、企業は採用活動で転職サイトに広告を出したり、転職エージェントに依頼をしており、採用活動費もかかっているわけですから、成果を上げてくれそうな人を採用できなければ意味がありません。ではなぜ、そうした企業の事情がある中でも未経験転職を成功させる人と失敗する人がいるのでしょうか。未経験転職者は業界の経験があるわけではないので、採用者と不採用者には大きな差があるわけではありません。これをすれば必ず受かるという小手先のテクニックはありませんが、採用されない人が共通してやってしまっていることがあります。そこで今回の動画では、未経験で採用されない人の特徴をランキング形式でお伝えし、どうすれば未経験でも採用されるのかを解説したいと思います。今回お話しすることを意識して転職活動をしていただければ、たとえ未経験であったとしても大きく採用に近づくことができると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。また皆さんが未経験で転職したいと思っている職種や業界があれば、ぜひコメント欄で教えてください。未経験で採用されない人の特徴第3位は、憧れだけで仕事を選んでいる人です。隣の芝は青いという言葉があるように、今の仕事につまらなさや苦痛を感じていると、別の仕事のいいところだけが目立ってしまい、あんな風に働いてみたいとか、あの仕事ができたら絶対面白いだろうなと、根拠もないのになんとなく憧れを持ってしまう方も多いです。そしてそのなんとなくの憧れのイメージのまま、これ以上自分に適した仕事はない、最高の仕事だと言わんばかりに、何も考えずに未経験採用を受けようとする方がいます。厳しい言い方ですが、経験したことのない仕事のいい面だけを見て、それをやりたいと言っている人ほど当てにならないものはありません。そもそも今の仕事に就く時も同じような感情で選んだという方も多いのではないでしょうか。もちろん全員がそうというわけではありませんし、一度きりの人生、やりたいと思ったことをやろうとすることは大切だと思います。ただし、仕事というのはお客様に価値提供してその対価を得る活動です。当然のことながら、いいことばかりではなく、どんな仕事でも大変なことが必ずあります。面接官からすると、この人はこの仕事のいい点しか見ていないな、少しでも辛いことがあったらすぐに挫折するかもなと、見立てが甘いと思い不採用になってしまう可能性が高いです。仕事を選択するときは、いい面ばかりではなく、その仕事の悪い面や辛いことも考慮してみて、それでもやりたい、転職したいと思うのであれば、転職活動に励んでいただければと思います。未経験で採用されない人の特徴第2位は、待遇や働き方ばかりを重視している人です。大前提の話ですが、企業が人を採用するのは、事業を拡大するなどの何らかの利益に貢献してもらいたいからです。むやみやたらに人を採用したいという企業は存在しません。これは未経験採用でも同じで、すぐには利益に貢献できないとしても、近い将来活躍し企業に貢献することを期待して採用しています。未経験者の場合、即戦力の経験者と異なり、ほとんどの場合ですぐに成果を出すことは難しいと思います。ですが、その間ももちろん給与は発生しますし、わざわざ仕事を教える手間もかかっています。もちろんポテンシャルに期待をして、仕事を覚えた後の活躍に一定は期待をしていますが、コストと手間がかかる未経験者を採用するリスクは大きいです。極端な表現をすれば、未経験者というのはある意味、企業から給与をもらいながら、
経験のある先輩たちの時間を犠牲にしてもらいつつ、無料でビジネススクールに通わせてもらっているようなものです。なので企業としてはいち早く戦力として働いてもらわなければいけません。そのため必死になって業務を覚え、成果を出そうという姿勢で働くのが未経験社員のあるべき姿です。特に新卒採用をしている企業に入社する場合は、そもそも同年代の社員から遅れている状態からスタートします。言ってしまえば会社で一番仕事ができない人間なわけです。それにもかかわらず、自分の待遇や残業、働き方のことばかりを気にしている人を企業や面接官はどのように思うでしょうか。ここまで散々お伝えしてきたように、企業にとって未経験採用は大きなリスクを伴います。企業からしてみれば、活躍できるか分からず周りの社員の時間も奪う必要がある人材を採用としている際に、定時に帰ることができるか、働き方は自分の理想にかなっているかなどを第一優先に気にしている人を採用したいとは思わないのが普通だと思います。もちろん未経験転職は自分の軸や大事にしたいと思うこと全てを我慢しろと言いたいわけではありません。転職において大事にしたいポイントは皆さんそれぞれあると思います。私が皆さんに理解していただきたいのは、伝え方が重要だということです。そういった自分の軸を大切にする中でも、企業の立場に立った時にどういうふうに映るのかを意識してみるだけで、伝え方は大きく変わってくると思います。先ほどお伝えした企業側の目線を意識して面接に臨みましょう。未経験で採用されない人の特徴第1位は、業界や仕事内容について理解していないです。未経験ながら希望している仕事に対して全くと言っていいほど調べていない転職者は実はかなり多いです。もしかしたら就活の時には必ずというほど面接前に企業説明会があったため、転職でも企業が業界や仕事内容について説明してくれると思っているのかもしれません。もちろん企業も魅力的で価値の高い人材であれば、手取り足取り説明してでも採用しようとすると思いますが、未経験者はこれまでお伝えしてきた通り、企業にとっての採用メリットがほとんどない存在です。厳しいかもしれませんが、自分がやりたいと言っている仕事ならば、業界、ビジネスモデル、仕事内容についてはきちんと調べて、ある程度の概要は理解しておくのが当然です。そもそもそれくらいのことを理解せずにその仕事をやりたいと言っているというのは、わからないものをやりたいと言っているわけですから、志望動機が矛盾しており長く続くかもわかりません。またエージェントにおすすめされたからという理由を面接で伝える方もたまにいますが、これは言った瞬間に不採用が決まるようなものなので要注意です。何も調べていないというだけでなく、自分の意思では何も決められない人だと思われてしまいます。エージェントからおすすめされたとしても、しっかりと自分なりに情報収集をして本当に自分に適しているのか判断しましょう。ここまで未経験で採用されない人の特徴についてご紹介しましたが、一方で未経験でも採用される人とはどのような人なのでしょうか。これは当たり前ですが、採用されない人の特徴の真逆が採用される人の特徴であると言えます。つまり仕事に関する業界やビジネスモデル、業務内容の詳細をきちんと調べて理解している、そしていい面だけでなくしんどい面、大変な面も理解していることです。その上で待遇や働き方については、短期的には優先度を下げてでもいち早く学んで成長し利益貢献できる意欲を示すことです。それ以外で言うと、以下のような特徴がある人が未経験でも評価を得やすいと思います。論理的思考力が高いこと、他責にせずに自責で捉える傾向がある、ストレス耐性が強い、柔軟性が高く素直なこと。論理的思考力に関しては以前詳しく説明している動画があります。概要欄に記載しておくのでそちらからご覧ください。他の3つに関しては未経験に限らずどんなビジネスマンにおいても重要ですが、未経験の方には特に重要です。やったことがなくわからないことだらけの仕事は楽しくなく辛いと思います。そのためいろいろなことに対して目が向いてしまいます。しかしそんな中で自分は全く悪くないと他責にして、辛いからもうやめると我慢できず、挙句の果てにアドバイスをしてくれる人に対して素直になれなかったら、いくらポテンシャルが高くても伸びるものも伸びません。あなた自身があなたの成長を止めてしまいます。確かに慣れない環境で関係構築もできていない中で全部を頑張ろうとすることは本当に辛いことだと思います。ただ厳しいことを言ってしまいますが、これが未経験転職です。
こういった状況の中でも素直に辛抱強く頑張ることができる人が未経験転職を考えていただければと思います。少し厳しい話になってしまいましたが、先ほどお伝えした4つの項目は特別な経験は必要なく、誰でも身につけようと努力すれば身につけることが可能です。まずは普段の仕事一つ一つから意識して取り組んでいきましょう。今回のまとめの前にお知らせです。弊社アクシス株式会社では転職を前提としない有料キャリアコーチングサービスマジキャリを提供しています。キャリアに関する悩みを抱えている方、初回限定の無料キャリア面談でお待ちしております。また20代の営業経験者に特化した転職エージェントを運営しています。転職を検討中の方はぜひご相談ください。最後に、自分の市場価値に不安がある方に向けて無料の市場価値診断サービスを LINE で提供しています。1分で完了しますので、概要欄から気軽に友達追加してみてください。それでは今回の動画のまとめです。今回の動画では未経験で採用されない人、採用される人の特徴をご紹介しました。未経験で採用されない人の特徴は次の通りです。第3位、憧れだけで仕事を選んでいる人。第2位、待遇や働き方ばかりを重視している人。第1位、業界や仕事内容について理解できていない人。一方で未経験でも採用される人には次のような特徴があります。仕事に関する詳細をきちんと調べて理解している。いい面だけでなく辛い面、大変な面を理解している。待遇や働き方については短期的には優先度を下げてでも積極的に学んで、いち早く利益貢献できる意欲を示すことができるです。今回は少し厳しい内容になってしまったかもしれません。ですが未経験転職は現状の不満が解決できて新しい仕事もできるような完璧なものではないことが事実です。転職してから前の会社の方が良かったな、転職してすぐだけどもう転職したいなとなってからでは遅いです。そういったことにならないように今日お話したことを再度意識していただければと思います。もし今回の動画を見て自分のやりたいことがわからなくなった、人生で何を大切にしたいかわからないなという方がいらっしゃいましたら、弊社サービスマジキャリでも用いている自己分析方法を以前の動画で紹介していますので、ぜひご覧ください。このチャンネルでは今後も転職者の方や働く全社会人の役に立つことを発信していきますので、チャンネル登録お願いします。